ございます。猫耳、そう猫耳です。今日おはみれです、おはみれです。おはようにゃん、おはようにゃん。かわいいです、ありがとうございます。朝猫、朝猫、お帽子かわいい、ありがとうございます。おはようございます。待ち遠しくて5時に起きちゃったって、ありがとうございます。私より早いですね、私6時に起きたので。あ、カチューシャか、そうこれカチューシャです、帽子じゃなくカチューシャです。猫耳きた、イエーイ。なんかコーヒー飲みたくなってきたな。誰か可愛い子が今朝、あ、誰か可愛い子がコーヒー入れてくれないかな。あ、じゃあ入れてあげましょう。可愛くないけど入れてあげましょう。バラありがとうございます。猫耳可愛すぎ、ありがとうございます。みつみこありがとうございます。バラありがとうございます。みれちゃんは何してもにありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。おはようございます。朝早くからお疲れ様です、ありがとうございます。新しい耳を手に入れたのか、そうですね。朝からかわいい、ありがとうございます。似合う、ありがとうございます。三つ編みで寝たの？いや、三つ編みでは寝てません。あの、今やってもらいました。三つ編みで寝てね、あの朝外すとめっちゃふわふわになるんですよ。そう、結構これ学校でやってる子多いんですけど、こんな可愛い猫見たことない、ありがとうございます。あ、テロップ、なんで書こう、テロップ、あ、猫耳配信で書こう、配信。今日は一段とかありがとうございます。50巻とかにありがとうございます。夏いにありがとうございます。おはよう、おはようございます。おはようございます。ゴビににゃんつけてだって。パジャマも可愛いにゃん、ありがとうございますにゃん。猫が猫じゃらし持ってるにゃん。そうにゃん、にゃ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 、はい、こんな感じですね。ゴビつけると、そうね、猫が猫じゃらし持ってます。猫耳に合ってる、ありがとうございます。ストライプにゃん、ですね、ストライプですね、また違うパジャマ。そうなんですよ、そうですよね。301猫キャワタありがとうございます。チャオチュールあげて、チュールチュール、チャオチュールって CM ありますよね、確か。残念ですが仕事します。あ、頑張ってください、ファイトです。じゃらじゃらじゃら、パワーチュニューンバーン、はい。ご準備レイカにありがとうございます。パジャマたくさん持ってない、そうなんですよ、結構持ってて、そうそうなんですよね。今日は口癖がうんうんじゃなくてにゃんにゃんから、いや、それはねないですね。そんなにあの猫耳つけただけで帰れないので、私は、はい、あ、うさぎもいいけどやっぱり猫派だって。あ、本当に。元気玉ください。はあ、パン。パジャマいっぱい持ってんだね。301着ぐらい。え、そんな持ってないと思うよ。そんなに持ってないと思う。そんな301着持ってたらちょっとね、何着るか迷っちゃいますよね。かわいい、ありがとうございます。猫じゃらしで遊んでみて。うわー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 、ありがとうございます。ご時間とかにありがとうございます。お兄ちゃんの猫耳、まだ猫耳はお兄ちゃんはつけません。明日は犬耳でお願いします。え、あるかな、どうしよう。探してこないと、お店で。それでは、それで学校行きましょう。あ、これで学校行くの？え、これで？これで？これ持って。チューチューちゃおチューで、みんなこんにちにゃーんって。あ、じゃおはようにゃーんでいいですか？お兄ちゃん犬耳、お兄ちゃん犬耳、それはちょっとね、やばいですね。いろんな意味でやばいですね。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。今日もコーヒー入れるの？そうですね、今日もコーヒーと朝食食べます、ヨーグルト食べます。いつも通りまったりを朝配信ですね。今日職員室に呼び出しで、それはね、それやばいですね。呼び出されたことはないけど、そうね、あのなんか用事とか、あのプリント持ってって言った時に呼び出されたことぐらいしかない。後ろ見てだって、一緒に見てありがとうございます。白い壁がありました。5時間とかにありがとうございます。5時早預かりありがとうございます。何で早預かりなのか分かんないけど、ありがとうございます。5
校内放送で呼び出し、先生を呼び出して、逆です、逆ですよ。いや先生呼び出したらちょっとあの校長先生みたいな偉い人になっちゃうから。そうそうですよ。お風呂で見てます。あ、お風呂気持ちいいですよね。いいですね、いいですね。ふわふわふわ。もう夏休み。そうなんですよ、もう夏休みです。未来ちゃんおはよう、おはようございます。やっぱね夏休みってね感じ、ちょっと氷がうるさいですね。夏休みって感じがしないんですよ。そうなんですよね。耳の中スイカみたいで食べたくなって、どういうこと。なぜ猫じゃらし3つ持ってんの。あ、お下げだった。1、2、ただーん。いやそれはないよ、それないよ。ごめん仕事行ってきます。ピエン、あ、頑張ってください。頑張れー、シュシュニャーバーン、頑張ってください。夏休みはいつまでだって。夏休みはね8月ね16だって名古屋市は全員そうです。全域そうでございます。無事未来完了。は猫耳かわいい、ありがとうございます。先生も猫、先生も猫だったらちょっと学校がねみんな猫になっちゃいます。いつもなら夏休みとかこんな時間に起きてない。いつもなら9時くらいですかね。いつもなら9時くらいですね。そうか、夏休みか、あまり暑くないから気づかなかった。そう、それなんです。梅雨が、今回梅雨が長いですのでね。カメラに猫パンチお願いします。猫パンチ。いや、名古屋晴れてる。だって曇ってる、曇ってる、曇ってるらしいです。そう、ラジオ体操は行く。ラジオ体操か。ラジオ体操あんま行かないかなね。うん、あー行ってたね。あの子供会入ってた時は行ってました。公園でやってたね。3日間しかないから。そうそうそう。いや、ほとんどお母さんが今答えてくれましたけど、私忘れてるんですよね結構。宿題なければねいいのに。本当ですよ。だって習字がね、あの私やんなきゃいけないんです。習字はちょっとね、あれはもう才能だと思います。うん、才能だと思います。いや、習ってる子とかがずっと続けてきてる子はもちろんうまいけど、いやいや、自慢はいいよ。だからセンスだから。そういうのはセンスなんですよね。ほとんどセンスなんですよ。そうですよ。頑張って練習しても私できないんです、全然。習字配信ちょっとやばいですね。眠いには準備が大変で。そうなんですよね。みれちゃんおはようございます。おはようございます。もみれは習字得意なんだって。習ってなかったけど書けるらしいです。はい、みれちゃん時系列の方。いや、そんなことないですよ、そんなことないです。習字得意よ。はい、もう才能に恵まれておりますねそれは。はい、習字ってお正月って書くの。お正月書いたよね。ああ、書いて書きましたね。宿題にありますので。そうそう、15日に青春海賊に決まりましたね。あ、決まりましたね。そうですね。うんうん。ね、誰が出るんでしょうか。習字は冬休みの宿題って印象。あ、でも夏休みあるんですよ。そう、メール見てますよ。 ありがとうございます、ありがとうございます。おはようございます、おはようございます。シャラシャラシャラ。習字三重の例の字難しそう。あの、もう小筆で書くとあの終わってるんですよ。名前小筆で書くんですけど、あの例だけ妙に字が変になるんですよ。なんか、何これ何の字ってこの前言われた先生に、例の字ですってはっきり言っておきました。そうそうそう。今年は宿題少ないのかな。そうなんですよ、夏休みが少ないので。そうなんですよ。そう、画数が多いかな。そうなんです、画数が多いんですよ。あと宿題何が残ってるの。社会と習字と図工かな。あの、私の書くものは3ページ。あと、書くものっていうか、なんか、筆記は3ページで、図工が1つあって、習字が2つあります。配信ミデイ、そう。レインだけもひらがなでもいいですよ。名前の漢字は何歳から書けたんだって。2年生くらいですね。ミレイちゃんや、おはよう、おはようございます。おはようございます。ミデイ、そう。図工か、図工。いや、そう、図工なんですよ、ほんとに。図工って感じなんですよね。もううまいです、座布団1枚。感想文は何枚書くの。感想文国語ですか。読書感想文だよね。そう、国語の読書感想文ですね。
2ページかな、まあ、原稿用紙だと1枚半くらい、そうそんなもんですかね確か。おはようございます、おはようございます、スタッフさんもおはようございますだって。おはようございます。林301でいいんじゃない、あそれはもう簡単ですね、林って書いた後に301かっこよく書きますで301でいいよ本当に。いやもうミレイちょっと書きにくいんですよね習字だと、なんか鉛筆だと綺麗に書けるのに習字だとめっちゃ綺麗に書けないんです。そう、じゃあねそろそろコーヒーの支度ができたのでコーヒーにします。お仕事行ってきます、あ気をつけて頑張ってください、頑張ってください。パパパパパン。おはようございます。おはようございます。301を漢字で縦読みやつ読みづらいよね。確かにそうかも。はーい、今日は何かな？今日は何コーヒー？アイスコーヒー。今日はアイスコーヒーです。私はヨーグルトです。またまたですかね。でも美味しいんですよ、ギリシャ。あ、落ちない。ちょっと前買った。じゃあやってきます、満タンの氷とネコネココーヒーネコネココーヒーでございます。よし、では注いでいきます。ああ待って、粉入れるの忘れてた、粉入れるの忘れてたわ、粉を入れるの忘れてました。皆さんネコネココーヒーになってありがとうございます、嬉しい、グリピク。2杯半じゃない、あ、そう、2杯だった、今1杯半やっちゃった、入れたよ、いっぱい半だった今の、本当今の1杯半だった、半分だったもん、半分だったって、本当に本当ただのお湯、気になる、気になりますね、氷どうなるのか、あれただの氷水じゃんってでは行きまーす、ちょっと待ちください、シャラララララ、美味しくなーあれです、シャラララララ、はい、美味しくなーれ、美味しくなーれ、美味しくなー、なんか神社の人みたいになって、美味しくなーれ、美味しくなー、ヤッホーヤッホーヤッホーです、美味しくなーれ、美味しくなーれ、愛情たっぷり、愛情たっぷり、わー1分半待ちます、おいしくなーれ、ポンポン、おいしくなーれ、おいしくなーれ、いやこっちのおいしくなーれしたら大変なことになる、ではいきまーす、入れてきますね、おいしくなーれ、おいしおいしくなーれ、おいしくなーれ、皆さんもおいしくなーれお願いします、あとシャララもお願いします、シャララー、おいしくなーれ、おいしくなーれ、おいしくなーれ、猫娘、猫娘、シャーもえもえキュン、もえもえキュンわー、熱いお湯こぼれちゃった。ふうってやっぱ蓋がないと難しいですね。おいしくなあれ。あ、ちょうどよくなった。まあでもちょうどよくなったのでね。はい。おはよう猫ちゃん、かわいいんだって、ありがとうございます。じゃんじゃん。じゃん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 、よし、オッケー、では行きます、離します、せーので、救世主、オッケー、ハートありがとうございます、おい、どうぞ、はい、ではできました、ブラックアイスコーヒーです、
しくなれチュニュン。はいどうぞ。ミレータンタンはリアクション芸人なんで、美味しいの好きなんです。なんでなんでやねん。いただきます。どうぞどうぞ。金のアイスコーヒー、イエーイ。どうぞどうぞ。うまっ、ありがとうございます。どうですか、美味しい、よかったよかった。じゃあここにミルク入れてきます。シャララララララ、美味しくなーり。はい、美味しくなーれジュニュー、じゃーん。はい、どうぞ。はい、どうぞ。美味しいですか、どうですか、どうですか。美味しい。美味しい。苦いです。あ、本当、じゃあ砂糖入れますね。シャラララララララ、苦いのでお砂糖を入れておきましたよ。どうですか、美味しすぎて泣きそう。ありがとうございます。微妙だって、どうすればいいのだ、うん、ほうわーパン。これでいいかな。どうぞ、ミレイの甘い愛を入れてください。じわりじわりぽか、はい、どうぞ。どうぞ。おいしいね、おいしい、おいしい。猫の味だって、猫の味ってどんな味。うん、あれ芸人さんですか、あれあれ、ちょ、間違いじゃないですかね。はい、ママさんの愛もください。おいしくなって、あ、よかったよかった、それはよかった、それはよかった。甘くなりました、よかったよかった。いただきます。どうぞどうぞ。じわじわじわりじわるです、イエーイ。ミレイちゃんコーヒーなんか大人、まあ飲めないのでね、大人ではないんですけど、全然そう美味しいので、もう一杯もう一杯、イエーイ。かわいい、ありがとうございます。はい、ミレイちゃんの髪の長さを改めて認識。おお。美味しいコーヒーありがとう。いえいえ、どういたしましてです。ゆで卵が美味しくな、欲しくなってきた。あ、それもやるともうコメダの白のワール食べたくなってきた。急展開。急展開ですが、はい。昨日真っ白のワール食べて、あ、どうでした、どうでした、美味しかったですか。ミレイタンタンのシャラララララ、おかわり、シャラララララ、シャラララララ、キューン。はいはい。なんかモーニングの女やった、どういうこと。モーニングコーヒーはいいねですね、ですね。ミルクいっぱい入れればコーヒーも飲めるんじゃないかな。そうかな、どうだろうね、どうだろう。おはようございます、おはようございます。ミルクコーヒーはモーニングありますか。ヨーグルトしかないでございます。ヨーグルトしかないでございます。かわいい、ありがとうございます。いやモーニング息子、息子なの私。何ですかそのピンクのふわふわ。なんかわかんないんですけど、お母さんがなんか買ってきたんですよね、これで。何って聞いたらわからないって言われたんですよ。ちょっとあのちゃんとね、あのね、意味を分かって買ってきてほしかったです。はい、ミレのカフェウーバーお願いします。ミレカフェウーバーお願いします。いや、ウーバーイーツね、どうしようかな。どうしようかな。301万円かかりますが、いかがでしょうか、いかがでしょうか。301万円おかかりになります。ではここでヨーグルト、イエーイ。では食べていきます。
うん、うん、ねえ、掃除道具とかホコリ取れるやつじゃないって言われてるよこれ。確かにガスなら買いそうですよね。猫耳なの。そう、これ猫耳です。お掃除なのかななんて言われてるじゃないか。ギリシャ、そう、これギリシャヨーグルト。うん、うん、うん、はい、皆さんもどうぞ味見しています。美味しいですよ。朝はヨーグルトしか買ったんで、そう、プレーン、うん、バニラ、バニラのギリシャヨーグルトです。めちゃくちゃ美味しいですよ。皆さんどうぞ。他の耳あるの？だってありますよ。ウサ耳もあるし、あ、これもでも2つしかなかった。パク、美味しい。まさの愛の入ってないヨーグルトですけど、そんなことはないですよ。入ってますよちゃんと。あー、うん、うん、他の耳です。はい、皆さんなんか違和感を感じませんか？うさ耳ですけれども、ヨーグルトいちごが好き、美味しいですよね。うさ耳2色？あら、よくお気づきになりますね。ちょっと、ちょっと一回ヨーグルト食べますね。ピンク色だやっぱり。ハサミミ新しい、そうそう。いや、しょうがないよ、暗いのは。急いで食べます。ヨーグルトは自家製だって。無理無理です、私のお家はヨーグルト自家製。美味しくできなさそう、あんまり。いや、できなさそう。そうじゃん。なんかあのメールの方にヨーグルト自家製って人がいたけど、本当に尊敬します。うん、分かってたけどあえて言わなかったんだよこれ。耳？いや、うち行っても全然良かったんですけど。本物の耳が分からない。本物の耳はここです。たくさん耳があるのでめっちゃ聞こえますよ。聖徳太子になりました私。うん、テロップ猫なんで猫にします。ランドセルが悲しそう。ポツンと。確かに悲しそう。うん、会社の時間になってしまった。今日もありがとう。では行ってきます。あ、行ってきます。気をつけて頑張ってください。ポンチンニュン。あ、では仕事行ってきます。気をつけてくださいね。頑張ってちゅー。頑張ってください。イエイ。夏休みでみおちゃんの身長に追いつけそうだって。それはないと思うよ。追いつけそう。うだ、あ、いやー、うーん、どうだろう、どうだろうね。まだね、わかんないよね。私が急に止まる可能性もあるし、みおちゃんが伸びる可能性もある。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。イエーイ。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。トトトトトトーン。ミレイ、耳かき3つあるので聖徳太子4つか。いやー、いろんな人の声が聞こえますね。ふむふむ。ごちそうさまがたくさん聞こえてきます。ごちそうさま、ごちそうさま、ごちそうさまでした。にゃ
全部つけて、親方全部つけな。こんな感じ。おはよう、おはようございます。検査ありがとうございます。SK法で実験教室中学6年生11歳の林美玲です。よろしくお願いします。はい、こんな感じですね。もう耳が5つになってしまいましたが、いや6つか、ごめんなさい、6つですね。いやでもこれも遅いやつです。かわいい、ありがとうございます。耳が6つあるやんよ、聞こえらですね。めっちゃかわいい、ありがとうございます。はい、本物の耳をします。あ、本当ですか。本物の耳こちらでございます。ゆうちゃん今日も一緒に青汁飲もうな。飲まないけどありがとうございます。ございます。耳たくさんごちそうさま。怖いな、なんかちょっと怖いね。耳が増えたり減ったり変わったり、うんうんうん。はい、ありがとうございます。皆さん知ってましたか、朝配信がこれで4日目なんですよ。今日木曜日だよね。4日目なんです。皆さん毎朝毎朝見に来てくれた方、本当にありがとうございます。ありがとうございますね。嬉しいです。もう朝からね、こんなにたくさんの方が見に来てくれるなんて本当に嬉しいです。ありがとうございます。そう、いつもできないからね。ってことは土日か、土曜日からやってるよね私って。配信土曜日から配信やってるよね私って。配信、ショールームの配信。あいじ、ってことは6日連続配信ってことですね。ありがとうございます皆さん。毎朝来てます。ありがとうございます。毎朝ありがとうね。いえいえ、ありがとうございます。本当に。ん？あさって？あ、朝皆さん配信どうですか？もしかしたら。朝しか見れないけど嬉しいです。あ、なるほど。ミレーネコの主食は、ミレーネコの主食はお米です。お米大好きでしゅ。肉も大好きでしゅ。毎朝アイドル見れて、イエーイ。朝からありがとう、いえいえ。朝どうなんでしょうか、配信いいんですかね、これ。それも嬉しいです。あ、よかったよかった。朝しか 見てません。あ、そうなんだ。そういう人もいるんだって。ミーナンコラボ配信は、あ、今アナちゃんやってますよね。え、アナちゃん配信始まったって。さ、配信続けるの、続けれたらなと。土日はでも、まあ、昼夜くらいになるかもしれないけど、平日はね大体は朝でやってます。でもできない時はできません、朝配信だな。そう、アナンちゃんも頑張るなですね。朝、アナンちゃんも100何日ですよ確か。仕事前でちょうど見えるので嬉しいです。あ、よかった、ありがとうございます。はい、ではね、今日のダンスはですね、今日の、あ、ち、報告だけしとくの。今日のダンスは、チキンラインです。チキンライン、チキンラインです。今日のダンスは、一曲はぜひ見ていてくださいね。お願いします。えいちゃん、おはよう、おはようございます。チキン南蛮じゃないです。できない時、寝坊した時のことです。いや、そういうことじゃなくて、いや、用事がある時とか、なんかすぐに行かなきゃいけない時とか、そういう時に朝はできないし、まあ、寝坊した時もありますよ、もちろん。なんかもう皆さん、チキンラインね、チキンラーメン。ちょっと、そんなにいじらないでください、本当に。SKE の作った方々に怒られますよ、その、なんでチキンライン取るんですかって、私が責められるじゃないですか、そんなこと言ったら。絶対私が責められるですよね、そんな。ダメなんで、絶対そうですよね。絶対私が責められるじゃないですか。もう、チキンラーメン、いや、どういうこと？チキンラーメン。
いやお約束だから朝から激しいダンスすごいありがとうございます。チョコのミールありがとうございますのかケンタッキーフライドチキンイエーイ なんかわかんないけどイエーイチキンとそばは欠かせないからそうなんですかね。いやほらメニューが2つあるじゃないですかいや今気づきましたけどさチキン南蛮とかチキンラーメンとかあるししかもそばとかさなんなんですかもう照り焼きチキンはもう分かったチキン分かったよもうチキンも分かったそないチキンが皆さん好きなんですね。でも確かになあの SK の曲でも意外にマンゴーとかありますしねマンゴーあれはまあマンゴーでいいんですよマンゴーでもチキンラインは別にそんなチキンだからチキンラインってわけじゃないと思うしそうそうまあいいんですけどね別にここではいいですけど他のルームでチキンラインとか言ってチキン南蛮とか言ったら多分怒られますよ激おこみれちゃん。いやそんなことはないですそんなことないです。お腹空いてきたお腹空いてきたギルルルルねえ皆さん朝ごはんとか何食べるんですかね。私ねほとんどね6年生は食べてないんですよ朝ごはん。あんまり食べるとき5年生すごい食べてた5年生は、まあ、毎日食べてた5年生までは。でも6年生になってからあんま食べなくなって食べるとしてもまあなんだろうのも昨日の残り物が美味しそうだったら昨日の残り物を食べるくらいしかなかったかな。フレンチソース食べた。あ分かるそれ分かります。ピザトーストとスープ、えめっちゃ美味しそうじゃん。ここではいいんだね許可出た。そうじゃないそうじゃないそうじゃないそう正論正論。朝はトーストかなだって。あお母さんと同じだ。おいお母さんと同じなのか。朝トーストでしょやっぱり。お母さんと同じパンが多いですやっぱりか。私はねご飯系が結構多い。パンも多いけどご飯系が多いかな。朝の好き嫌いで食卓変わるよね。そうなんですよね。朝はスムージーだな。あそれめっちゃいい。私あのなグリーンスムージーってのが好きなんですよ。野菜生活の本当に美味しいんです。今日の朝ごはんは空気です。朝から牛丼いける。え全然いけますえ全然普通にいけますよ。私は朝行って昼夜関係なく食べるんで私は。いいやそばだし。いやそばではないかな。朝はパンパンパパン昼もパンパンパパンなんで昼もパン今昼もパンありますけどね。なんかお惣菜パンとか美味しいですよね。お昼朝からすき焼き、めっちゃ美味しい。朝からすき焼き食べたい。グリーンスムージー美味しいよね。あわかりますやったですよね。美味しいですよね。朝はギリギリまで寝ていたい派。あそれわかるんですけどね。わかりますよ。あじゃあごめんなさい朝配信なんてしちゃって大丈夫でしたか。もっと寝ても大丈夫なんですよ。青汁飲める人ですか。飲めない人なんですよ。飲めない人なんですよ。朝はラーメンや。朝はラーメンラーメンメン。まだ胃が若いねそうなんですけどね。あオッケーオッケー。なるほど。オッケーオッケー。超かわいい。ありがとうございます。じゃらーんということでですね、ということでありがとうございます。今日はですねウォーミングアップとして、まあワンツースリーフよろしく踊った後にチキンラインも行きたいと思います。ちょっと待って猫ミージョンツースリーフよろしく踊るどうかな。ミニアミカ、おはようさん、おはよう、ミレちゃん、おはようございます。おはようございます。皆さんおはようさんです。そしたらなんか体がねいい感じなんですよね最近。ワンツースリーフォーよろしく配信ということでいきます。ワンツースリーフォーよろしくいきますね。うんよかった。
ください。ちょっと猫耳チキンレイは外します、さすがに。似合いました。グッドモーニングミレイちゃん、ありがとうございます。とはありがとうございます。じゃあありがとうございました。はイエイ、ありがとうございます。じゃあチキンライン行きます。
僕たちの無意識
You're the star boy, the star boy.
倍速そういうとこあるよね。ありがとうございます。ということでちょっとこっち行きましょうか。はい、あ、じゃあ今日の皆さんに向けての燃えゼリフもいきます。あれ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 、1のどれかを出してください。それが私の出した数字と同じだったら今日も一日絶好調ハッピーです。皆さんコメント欄で3か0か1を入れてくださいね。お願いします。今日は確定じゃん、確定じゃんけん。そうですね、まあ昨日ね3、あ、おととい3出して今日が0だったので、あ、昨日が0だったので今日は最初は3、あ、301のじゃんけんぽい。私は1を出しました。はい、皆さんどうですか。みんな1やん。あ、3もいた、3の方もいた、0もいた。あ、オッケー。ということで今日は1の方絶好調、3と0の方は少々絶好調でも大丈夫。皆さんは運がいいです。今日はなぜかというとミレーに魔法をかけられたからです。シャラララララ、あ、ということで59分だではね、皆さん今日も一日ありがとうございました。ぜひフォローもよろしくお願いします。ありがとうございます。シャラララララ、皆さんね、毎朝ありがとうございます。ではまた皆さん会いましょう。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 0 1 0。シクシクシク、じゃあねー、ありがとう。明日も多分、明日どうだか分からないけれど配信予定も入れたら入れときます。じゃあねー。